30代の自分に自信を持つことができ、やりたいことを明確に持っているのなら、それは素晴らしいことでしょう。しかしそれにしても、30、40年前と今とでは、なぜこれほど見た目に違いが出ているのでしょうか。一体何が現代を生きる30代の女性たちに影響を与えたのか、今回はそれをお教えします。ブライトサイドは面白ニュースからお役立ち情報までいつでもお届けしています。ぜひチャンネル登録と通知設定のオンをよろしくお願いします。ナンバー1、彼女たちは自分の年齢をよく理解している。ほとんどの女性が理解していることは、20代が最も美しさを保てる時間であり、30代からはその美しさに陰りが見えてくる時間であるということでしょう。だからこそ一昔前の女性にとって30代というのは最も恐るべき瞬間だったのです。しかし現代を生きる私たち女性はそんな固定観念に簡単には縛られません。30代が重要な年齢であることは変わりませんが、私たちはこの時間をいかに楽しむか、その方法を見つけ出したのです。もはや現代社会において年齢など単なる数字です。そんなものではあなたの美しさ、優雅さ、華やかさや輝きをあなたから奪うことなどできやしません。ナンバー2、彼女たちは正しいファッションを選択している。かつて明るい服や派手な宝石類で身を飾ることは社会的に受け入れられていませんでした。そしてほとんどの女性が25歳になると鮮やかなブラウスやショートスカートなどのファッション性の高い服を着なくなるようになったのです。というのも、それくらいの年齢は社会的に真面目であるべきだと考えられていたからです。ですが現代の30代の女性にこのような考えは全くありません。それどころかダメージジーンズを履いたり、髪の色を明るく染めたり、ピアスをつける女性もいます。そうして自由なファッションを選択することで、いつでも若々しさと美しさを保ち続けるのです。我が道を行け、レディーたち。ナンバー3、メイクアップ法は時代とともに変わる。30歳になっていない女性にはまだピンとこないかもしれませんが、何年も前の美容法やメイクアップ法は今とは全然違うものだったのです。美容専門のブログもなく、ハイライターやグリッターといった化粧品もありませんでした。そのためメイク時の選択肢はかなり限られていたんです。派手な化粧品や化粧道具は特別な時にだけという考えだったのです。しかし美容業界は過去15年間かけて世界的に劇的な変化を起こし、新しく革新的な美容製品を作り出してきました。この改革はメイクに対する考え方も変えたのです。今ではほとんどの女性がほぼ毎日メイクを欠かすことなくするようになりました。当時のシンプルなメイクしかなかった頃とは大違いです。ナンバー4、彼女たちはより安定した経済的余裕を持っている。化粧とファッションの改革は素晴らしいものですが、もっと驚くべき変化があります。それは女性の経済状況が改善したということ。もちろんより良い状況に至るまでの道のりはまだまだ長いですが、確実に変化を与えてくれます。近年女性の収入も安定したものとなってきており、これにより最新のスキンケア製品の購入や人気のリゾートでの休暇、ショッピング巡りなど人生をさらに満喫できるようになりました。そして最も重要なことは、時代女性たちが自分のためにお金を使うことに罪悪感を感じる必要がなくなったということです。これら全てが女性たちの若く美しい姿を保たせます。内側が輝けば外側も輝くのです。ナンバー5、彼女たちは最先端の美容法を日々試している。美容業界の革命に伴って広まり始めたのがもう一つあります。それは美容法です。実は数十年前にはそのような考えがほとんどありませんでした。今ではどの年齢層の女性でも行っていることですよね。コスメトロジストの方々から若々しい外見を保つための最新のアドバイスを得ることもできます。美しくなるのに整形手術は必要ないんですよ。皮膚にみずみずしさを与え、さらに魅力的に見せるためのさまざまなマスクやマッサージなど、今では手段は無数にあります。ほんと美容業界に感謝ですね。ナンバー6、彼女たちはスタイルの維持を心がけている。全世代の女性たちにとって自分の体にぴったり合う個性的な服を見つけることは結構難しいことだったのです。言うまでもありませんが、現代を生きる私たちが長時間かけてショッピングに行くのは、買い物を純粋に楽しむために行くためで、限られた店の中から限られたデザインのみを選ぶためではありません。デパートもたくさんあり、買い物に行けば流行りのスカート、シャツ、靴などを簡単に見つけることができます。一日中ずっと買い物する時間がないという人は、インターネットでも簡単にショッピングできちゃいます。デパートに負けないくらいのオンラインショップがありますからね。小さい変化ですが、これも現代を生きる30代の女性たちを美しく保たせる理由の一つなのです。いろいろ試すことができるので、自分を表現できるユニークなスタイルを見つけ出すことができます。ユニークさは個人を目立てさせますからね。自信にもつながります。ナンバー7、彼女たちは自分自身を表現することができる。過去、社会的固定観念というのは女性にとってとても辛いものでした。彼女たちに想定されていた人生の唯一の目標とは、結婚して家庭を持つことのみでした。そして悲しいことに、他に選択肢を持つことができなかったのです。今では30歳までにほとんどの国の女性たちは教育を受け終わり、成功し、着実なキャリアを重ねて目標に達する術を持つことができます。今の私たちの世代はほぼ全ての女性が優秀な社会人であり、素晴らしい母親でもあります。充実感と絶え間ない向上心を得ることができた女性たちは、自分に絶対の自信を持つようになりました。そしてその自信こそが今のあなたの美しさにつながっているのです。ナンバー8、彼女たちは健康について意識を高く持っている。生活をしていく中で最も重要なことは健康であるということです。ありがたいことに、現在は全ての人が恩恵を受けられるようになりました。医療機関を利用できるのは特別な人だけという時代は終わったのです。現在ではいつでも医師の意見を聞くことができますし、質の高い医療を提供する民間の診療所もたくさんあり、選ぶことすらできるのです。よく言いますよね。健全な魂は健全な肉体に宿ると。健康第一。ナンバー9、彼女たちは自分を尊重し、大事にしている。どの世代に生きていようと、自分がどう生きるべきかという問いが終わることはありません。とはいえ、昔は状況が少し異なっていました。当時、年上の人の言葉というのは絶対的なものだったのです。少しでも自分より年上の人に笑われてしまうようなことがあれば、恥ずかしさでいっぱいになり、自信は粉々にされていました。現代の若い女性にこのようなステレオタイプの考えはありません。たとえどんなに人生経験を積んでいる人であっても、あなたがどう生きるべきかを決定づける権利はありません。自身を肯定し、尊重するというだけで、あなたの体には全く新しい力が湧き出し、それが外見にも大きな影響を与えるのです。ナンバー10、彼女たちは水を飲むことの重要性を知っている。1日に十分な量の水を飲むことは、健康な体と外見を保つのに必要不可欠です。しかし実はほんの数十年前まで、これは一般的ではありませんでした。幸いなことに、この10年間でそれがいかに重要であるかを知ることができ、日常の健康管理がしやすくなったのです。もしあなたがまだそれを実行していないのであれば、今こそ私たちの仲間になる時です。年を取れば取るほど、この一見して単純すぎる方法を習慣づけることは難しくなります。保健当局は毎日 250ml のコップで8杯の水を飲むことを勧めています。つまり約2リットルですね。毎日この量の水を飲むことで、肌は清潔さとみずみずしさを保つようになり、脳機能も向上し、さらに体重減少の助けともなるでしょう。さて皆さんはどう思いましたか？他にも今と昔の大きな違いを知っていますか？ぜひ下のコメント欄で教えてください。さあではここで現代の女性だけでなく昔の女性がどんな外見をしていたのかちょっと見てみましょう。あなたは映画「モスクワは涙を信じない」を見たことがありますか？この80年代のロシア映画は1981年にアカデミー外国語映画賞を受賞した素晴らしい作品です。映画が撮影された当時、この映画の女優の一人であるイリーナ・ムラビヨーバはちょうど30歳でした。それでは現代に戻って近年オスカーを受賞した女優エマ・ストーンを見てみましょう。信じられないかもしれませんが彼女も現在30歳です。2人とももちろん美しいですが外見は全く違いますね。とはいえ美しいことに変わりありません。何をどのように強調するようになったか、それが今と昔の違いなのです。さてあなたは今何歳ですか？あなたの今の年齢に一番必要なことは何ですか？下のコメント欄で教えてください。ぜひ動画の高評価と友達へのシェアをお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。ブライトサイドで人生をもっと明るく。